ていう。君は落ち着かないな。少しは落ち着くよ。もういくつになったんだ君は。7歳になるんだからもうそろそろ落ち着こうね。ね、立派な君は。分かった。それは無理みたいよ、お母さん。10歳でこんな感じじゃ最後まで行くな、それは。じゃあしょうがないね、ロクちゃんね。いいよ。よかった。ロクちゃん元気でもう知りなさ、元気かどうかもう心配でさ。おばちゃん嬉しいよ、ちんまいと久しぶりだよ。いろいろ言って話して聞かせて。うん、何があった、うん、の病院はないんですか。僕のもないのみたいな感じで聞かれへんって。その人もね、人間様用になっちゃったから。じゃあ、バナナはダメですか。バナナだったら、チャリで分け。お前は食いじゃってないかよ。おばちゃん痛かったよ。お前剣士さ立てちゃダメだよ。はい、いい子だから。いい子だから剣士は立てないで。おばちゃんの手なくなっちゃうよ、君。はいはいはい。今日はセーター着てないからいいんじゃない。まあね、そうね、あの新しいデザインを作るようなあのあれじゃないからね、はい、痛いって本当に剣士当たってるって。何、おばちゃん の指は間違えて噛んだの悪いって思ってるんだ。それならよし。すごいな君は。すごいな、もう食いっぷりが。そう、いい子だ。まだよ、待てよ、待てよ。待てるか。ダメ、ちゃんと待たない。待て、はい、ダメ、待て、待て、そう、はい、いい子だ。もうパパじゃないから、もうダメ。おばちゃんはすぐくれるもん。ちょっと待って、ちょっと。もう舐められてる。はい、じゃあゴロン、はい、はい、じゃあゴロンしてごらん。あ、くるって回った。偉いな、そっか。あの本当はね。ゴロンってこうやればいいですか。ねえ、ゴロン、ゴロン、ゴロン、それゴロン。おお、偉いな。ロクちゃん偉い。もうちょっと、もうちょっと きれいにゴロンやって。もうちょっとゴロン。はい、ゴロン。あんたさ、バナナに夢中になっててできてないよ。はいはいはい。おいらっしゃい。いらっしゃいませ。もう可愛い顔だったよ、お目目が。
愛らしい顔で、ちょっとおばちゃん構ってあげようと思ったのに。てるのね君は。でもいい顔してたよ、ドクラのロクちゃん、可愛い顔してすごく。あなた、あのドクラの遊んでる時の顔はさ、あれじゃない、コーギー川柳に乗せられるんじゃないか。じゃあちょっと散歩に行こう。好きなものでごめんなさい。はい、じゃあちょっと行ってきます。はい、どうぞ。いいもう落ち着いてるでしょ。はい、